花尾慶郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾慶郎でございます。一週間ご無沙汰いたしました。金尾慶郎の音楽魂、今日もね、楽しくやってまいりましょう。今日はですね、もう早いもので1月30日ということになりますけども、もうあっという間の1年でしたね。こんにちは、松下としみさん。こんにちは、よろしくお願いします。いかがでしたか、今年1年は。もうそんな話いきなり。もうあれですよ。もうだって今年1年そうだ、12月ですよ、明日からは。そうですね、私ね、1月にね、マルタと、イギリスとマルタと行ったんですけど、マルタと行ってきたんですか、1年そろそろって思うと、またどっか行きたいとか思って。そう。あなた、海外は割と好きみたいですね。好きです、好きですけどね。僕は割となんか、熱海とかでいいんだけど。羨ましい。草津とかね。そんなところって言っちゃいけないんですか。いや、そういうところでも十分、なんかね、いいじゃないですか。海外ってそれ疲れたりしない？なんか元気が出る。なんだろう、これは。変にテンションが上がっちゃうね。そう。今日もね、今日は金玉ということでですね、桜田武史さん、ギター、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。どう？そういう旅行とか。旅行ほとんど行かないですね。本当に？行かない。海外はね、過去にね、1回だけです。嘘？本当？もともと飛行機が嫌いなので。それだとね。飛行機ね。きついか、船はきついし。やっと最近でもちょっと国内ぐらいだったら乗れるようになったけど。本当、絶対ダメ。もう数えるほどしか乗ってない。そうなんだ。飛行機ね、苦手だったらやっぱ海外なかなかね。だんだん慣れてきたんで、まあ今だったら、国内ぐらいだったらね、行けますね。心臓バクバクになりますけどね。本当に？そうなんだ。なんだろう。じゃあ、ツアーとかできないじゃん。車で。国内だったら。そうか。車でね、大体行けるっちゃ行けるもんね。また新幹線？はいはいはい。そうか。新幹線いいよね。新幹線大事。電車の旅とかもね、いいかもね。電車の方がいいっすよね、なんかね。ただ、時間的にほら、大阪とかだと、朝の飛行機乗っても、お昼からライブとかってなっちゃうと、乗らざるを得ないっていうか、自分だけ電車ってわけいかないから、もうしょうがないよね、そういう時は。そうだね。私はね、バスが苦手。俺、バス好きなんだよ。だからもう全然合わないよね。長距離バスね。短いといいけど、長距離だとダメ。バスね、ちょっとね、ほとんど乗らないね、バスはね。いや、今日もね、終わってから須賀川行くんですけど、福島のね。バスですか？そう、バスですよ。バスに決まってますよ。バス、私は新幹線で来た。俺一回ね、ものすごい騙されたことあったもん。須賀川の、騙されたっていうかさ、そそ姉さん。そそさん？金ちゃんとそそさんが仕掛けちゃって。新越谷からバスに乗んのよ。はいはい。それでさ、全然知らない切符を買うところのお姉さんがさ、これ切符買いに行ったら、金尾城さんですかとか言われたわけ。とかびっくりしちゃって。ほんでさ、知らないもんだからさ、やばいと思って、俺ちょっと一杯、缶ビールかなんか飲んで行こうと思ってたらさ、すぐ後ろに隠したもんね。すごい。酒井かとさ、缶ビール持ったらすぐ後ろに隠してさ。私も分かんなかった。金尾さん、いよいよ人気で来てますね、とか言っちゃって。やばいぞ、お前、とか思っちゃって。だってバスのチケット売り場でいきなり声かけたのね。そうね。バスのさ、車掌さんみたいな方もね。そう、全員なの。金尾城さんだとか言うわけよ。バス乗る前に。もう俺さ。すごい盛り上がってたのね。いや、松下君、俺そろそろ時代が来たな。自分の時代が来たのかなんか言ってさ、バスでゆっくりできなくて、バスの中に知ってる人がいるかもしれないじゃん。緊張しちゃってさ、ずーっと直立不動で、ビールもいっぱい飲まずに行ったよ、3時間。笑いましたね、あれはね、さすがに。面白いね、それ引っ掛けられても。そう、かなさん、先行かなんか食べてる場合じゃないですよ、とかに格好つけなきゃ。いや、そろそろ俺の時代が来たかな、みたいなこと。言っちゃってさ、まんまと騙されたことありましたよ。それどこで気がついたんですか？それだって向こうついて。ついて。あれなんか。で、迎えに来てくれて。ドッキリみたいな感じ。なんか、いや、なんか言われなかったとか言うから、いや、実はさ、って言ってさ、
言わないでほしかったな。知らないけどさ、ものすごくあの辺で有名になってんだよみたいな話になっちゃってさ、いや、まんまと引っ掛けられたよね。ねえ、まさかねとか思うけどさ。いやいや、面白かったあれは、うん、でもね、そういうことありましたよね。そういうね、結構そういう大掛かりなことをしてくれるんですよ。あの須賀川の人たち、素晴らしいですね。エンターテイナーが揃ってますから。まんまとね引っ掛けられましたけどもね。今度機会があったら一緒に。そうですよ。ねえ、ね、バス今日一緒に行くバス。今日は行きながら無理だけど、司くんとかもね、あの誘ってさ、いい、ね、車で行ってもいいし、ね、車だとね、うん、でもまあ3時間ぐらいなんですよ、バスでも。あ、そうそう、近いの、意外と1時間半乗って休憩して、うん、だからどっかでちょっと休んでさ、うん、あの1箇所で休んで行く感じだけどね。いいですね、行きましょう、ぜひ、ね、行きたいね、車があるとね、うん、便利。ということで今日は金玉ですよ。はい、そうです。ね、あの話してる場合じゃないかもしれない話してる場合です。なんかリクエスト先週来てたね。そうそれ、うん、先週ね、ごめんなさいね、読めなくてね、ミキさんね、ごめんね、ミキさんと京都の京子さん、いただいてましたけれども、ちょっと時間がね。京子さんのあれはある。ミキさんはね、大体どういうことを書いてあったかというとですね、うん、皆さんこんにちは、すっかり寒くなりました、体調はいかがでしょうかっていう、国坂ブルースバンドの2人の時です。したそうそうそう、その後ね、いや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 、ん、吉田よし子さんじゃないの。そうだよ、だから吉田さんの時に、その前の週が、前の週のね、お二人もド直球な感じがたまりませんでしたねということで、ゲスト久しぶりに吉田よし子さんですねというね、そう、生田圭太郎さんとのご出演時に、うん、びっくりしたベリーショートのヘアのことですね。いろいろエレガントで、ほんわかした空気が素敵ですみたいなことは書いてあります、みたいなことっていう、うん、はい、ね、九州ツアー行った時にミキ君は結構いろいろね付き合っていただいて、あのこれ久留米のねファンキードッグも来てくれました、あと高田のブラリーもね、でバンド編成で、あのファンキードッグをやりましたけども、翌日はねアコースティックセットだったのよ、うん、で初めてあのやったね、あの、だっけ、井口さんっていうギターのね、あの、うん、30代なんだけどね、ものすごく良くてね、それびっくりしましたよね。あのぜひね、今度また機会がありましたらですね、あの一緒にやりたいと思います。アコースティックの感じもまた良かったですね。まああの博多ではね、昭和の秋代さんとかね、いろんな方がね、昭和のチーフだった人なんだけどもね、いろいろ来ていただいて、あの、昭和カラーっていうかね、昭和の思い出話いろいろしました。人に言われんような話もいろいろしましたけどですね、あと能型ね、これがね来ました。ということで今回この放送が終わってからですね、今回のツアーの、最終と言いましょうか、これ福島に、今日から行きますね。今日30日、はい、福島の、アコースティックタウンぷかぷかですね。今日は、まあ、600回金曜日ライブの記念ということでゲストで、入らせていただいて、明日はいよいよ音楽魂ライブ12月1日、アコースティックタウンぷかぷかでですね、やらせていただきますということで、ミキさんの吉田よし子さんのリクエスト、幸運の女神様っていうのはね、ちょうどか、最後歌いましたね。ただね、この裏話がね、先週はね、全然取れてなかったのよ。そうですね。そう。ね。それでも新鮮でいいですね。うん、そうそう。たまには。うん。でもね、俺、がっかりした、ほんと、はっきり言って。なんで？いや、すぐ、キキさんからね、もう本当にね、すいません。消えてしまいましたって来た時に俺眠れなかったもん。いやちょっと昼寝でもして、ね、大げさじゃない。いやでもね、そういうことあるね。あります、人間ですからね、うん、そうそうそう、はい、そういうことあります。だからね、本当にね、まあ、本来これはラジオなんですから。そうですね、映像まで出してるっていうのはね、サービスしすぎなのよ本当は。サービス結局ね、うん、人間がやってることなんで。そうだね、その後のことはね。そう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 、うん、そうなんです。そうです。それでね、でもね、逆になんていうか、オンエア音源の写真とね、それが出た時にはね、うん、またまたそれでね、きっちりした音とね、あれ、まあね、聞けたっていうことはあるんですけども、結局 CD かける時の裏話がいろいろ聞きたいっていうね、そこがね、人がね、いるから、やっぱりこうやってキキさんが撮ってくれてるやつと、ああいう音源とのね、2本立てでこう、YouTube 出してるっていうことはね、
やっぱり一粒で二度おいしいっていう形になるわけですよね。古いグリコ、グリコ、グリコだよね。グリコ誰でも知ってるよね。今もあんのかな、グリコ。グリコあるんじゃないの？ない？こういうやつでしょ。そう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 。もうあれしかなかったもんね、俺たち。バナナかグリコかしか。最近はお菓子売ってるとこ行かないから何があるんだかよくわかんないね。本当。うん、ね、そういうことでしたけどもですね、まあ、最終回というか今回のツアーの、11月ツアーの最終日が、まあ、福島になるということでね、いろいろ、まあ、朝日新聞の方もね、取り上げていただきまして、今回ね、3回にわたって、新聞には出していただきました。うん、あと、3回も出たんですか？そうそうそう。朝刊、夕刊と、あと、ライブの模様とかね。そうそうそう。あとネットも出たでしょ？デジタル。そうそう、デジタルはね、うん、出させていただきましたけども、今後ともね、いろんな形でね、今回、僕が出会ったのも、野方のザ・バーのマスターの紹介だったのね。朝日新聞の小田さんという記者の方。はいはい、でいろんな人をね、また僕もね、こうできるだけ紹介してあげたいと思ってるんですよ。ちょっとお楽しみいただきたいと思いますね。はい、まあ、ああやってその今活字をなかなか読む人がいなくなって、はい、うん、いわゆるそのスマホとかね、そういうものの時代なのかもしれないけどもね。うん、ね、新聞を読む人っていうのは少なくなってるかもしれないけどもね。そうですね。うん、でも、まあ、またラジオもそうですし、その活字もそうですけども、そういうものってなんかこう残るじゃないですか、後に。まあこれファックスメールも残るか、残りますよ、ね。うん、でもまあそういうのもね、楽しんでいただきたい、うん。でも新聞とかにボーンと出ると結構大きく取り上げてくれたのよ、はい、そうするとなんか嬉しいよね。まあそりゃそうですね、うん、ちっちゃく俺出るかと思ってたから。そう、大きかったです、ね、俺老眼で目がこう見えにくいから、まだちっちゃいところでさ見るの大変だったら結構大きくね、取り上げられていただきまして、うん、ありがとうございました、感謝しております、という感じでですね、ミキさんのお便りをご紹介しながらこう他の話になってしまいましたけども、先週のね、ミキさん、先週はごめんなさいね、先週の、ね、先週京都の京子さんも、ね、はいはい、いただいててありがとうございました、うんうん、はい、ちょっと読めませんでした。加納よしろさん、うん、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。メッセージもいただいてましたよ。ありがとうございます。YouTube で聞いたダイナマイト素敵でした。はい。うん、それは今日もろもろ。これは先週のね、京都の京子さん。京都の京子さん。はいはい。大阪の聖子さんじゃないのね。それは今日いただいて。もう読みますか、じゃあついでに。いや、今いただいたから。あとでご紹介しましょう。あ、そう。なんか歌う。ね、そしたらですね、俺も忙しいな。なんだっけ。じゃあ一人でよかったかった。先ほどの、リクエストがありました。どっちの？ダイナマイトかのっていうなんかじゃなくて、Still I Love You か、ミキさんの。ミキさん先週のね。Still I Love You してみる？そっちからいきますか？うん、桜田さんとやったことはあんまりないね。今日初めて。初めて。挑戦します。いやいや。これは実はね、柳葉敏郎くんが一世風靡、で踊っていた頃からその独立してね。ソロになった時 の歌ですね、シングル曲になりました、Still I Love You っていう曲をお届けしましょう。街で見つけた
街で見つけた今夜だけのパートナー。傷ついているのは君だけじゃない、虚しさだけ。博多のミキさんのリクエストにお答えしました。ステラーラビューでしたけども、誰かお客さん、ね、いらっしゃるの、中入ってください。どうぞ。私が許す。私が許す。ほら、あそこの、この間、千葉の、そう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 、千葉からね、そうそう、ああ、いらっしゃいませ、どうぞ。ね、生放送中にね、誰が来るかわからないというね、花輪城の音楽魂でございますがですね、先週はいろいろ、あ、お座りください。マイタービームでね、いろいろお世話になりました。ありがとうございました。自己紹介を。はい、自己紹介、いきなり。いきなり。あ、そんなに近寄らなくてもいいです。松戸から来ました、うん、まっちゃんです。あ、松戸からね、松戸のまっちゃん、ゴロがいいじゃないですか。ありがとうございます。何何それ、お土産、またですか。あ、うわーすごいな、これなんだろう。あ、シュークリームですか。シュークリームがいいですね。こんなにたくさん、ありがとうございます。ありがとうございます、ね。ということでですね、今日はね、またお便りをご紹介しましょう。今日、本日のお便り、僕がご紹介する第1号はですね、金尾一郎さん、投げ銭 FM 音中、ということはですね、チャーリー佐藤さんですね、皆様こんにちは、寒くなってまいりました。はい、地蔵坂63のお二方、お体をお気をつけて、ぷかぷかにて頑張ってくださいというね、はい、今日頑張って行ってまいります。先週は、お邪魔いたしてすみませんということでね、先週シャリさん来たのね、アビームさん、あ、いやいや、先週ラジオ、ね、ラジオ来てそうですね、ラジオ、ね、あ、そうですね、来ていただきました。ありがとうございます。マイタービームも久しぶりに行きましたけどもね、楽しい雰囲気でね。そうですね、もう数年ぶりでしたね。あれいい雰囲気だったね。ちょっとなんかいろんなね、懐かしい顔ぶれも揃ってね、またぜひ ね、いい雰囲気でしたね。ありがとうございました。大阪からもね、聖子さんいらしてですね。聖子ちゃんと、うん、ちゃん、ね、誰だ、あ、これ、かなさん。本番中はね、携帯をダメですよ。ということでね、先週は澤部さんがお邪魔してすみませんということで。すみませんじゃないよね。すみませんっていうことね。今日は日の当たる坂道をよろしくお願いいたしますというチャーリー佐藤さん、来ております。2万円入っておりますね。投げ銭役もこういう2万円 ね、これ使えない、使えない2万円 ね、使えるの欲しいね。ということで、松下さんの方からいかがですか。はい、お便り、はい、はい、こんにちはです、はい、うん、こんにちはです。ラジオネーム聖子、聖子です。あ、早速、先週は横浜のマイタービームさんでの音楽魂に行くことができ、夢が叶いました。ありがとうございます。金尾さん、松下さんに会いたい。ラジオから何とも言えない心地よさが、お友達に教えてもらい、
また私もお友達を誘ってお誕生日会にも参加。前から知ってるように皆さんが中に入れてもらい、感動と感激が涙が出るくらい、出てくるし、行ってよかったです。はいはいはい、たくさんのお友達にもなってくださりありがたいです。また財産が増えました。心の財産と友達の財産、うん、カナオさんの CD 早速聞きましたよ。ありがとうございます。みんなで歌った不良中年のすすめ、はいはいはい、リクエストさせてください、はい、題名が分からなくてって書いてますが、うん、これで当たってますよね。そうです、これだ。皆さんと、うん、ファニーエンジェルと歌った、ぜひお願いいたします。あ、不良中年がファニーエンジェル、ギターサポート桜田さんお願いいたします、はい、なるほどね頑張ります、うん、ファニーエンジェルというねタイトルですね。あ、みんなでね大合唱した。あ、そう、不良中年じゃなくてリクエストさせてくださいはどっちだろうね。不良中年のすすめじゃないの。そうかな、うん、で題名が分からなくて皆さんとフォリーエンジェルといった歌った、あ、ファニーエンジェルですね、うん、ファニーエンジェルのことだと思いますね。これはね、あの徳間ジャパンの頃の、B 面の曲だった。あ、ファニーエンジェルは違うわ、あの、うん、エピソニーの頃のね、これ B 面の曲なんですね。あ、そう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 、カップリングですよね、うんうん、そういうことでしたね。セコさんありがとうございました。ありがとうございます、今日は抹茶が来ましょう、本当にね、大阪からね、代表でいらしてます、ね、もう大阪ね、すごいバイタリティね、うん、そう、うん、素晴らしいよね。でもね、大変な中っていうかね、うん、そうやって来ていただけるっていうことはね、ありがたいなと思いますよ。この応援がね、つながってきますよね、うん、竹本さんからのこうご縁がね。あ、竹本孝之さん ね、ファンの方たちですから、うん、内緒に知ってたんだけど、俺本番中本番中もうもろい名前出しちゃいました、ね、いやでも、ね、ね、そういう出会いがね増えてきまし、うん、来たのはねすごく嬉しくて、実は今朝ね、ゲストのちょっと連絡をしてて、朝俺早い起きるから、はい、6時ぐらいから連絡するのよ。早すぎる。いやだからそれ起きてるって、確実に起きてる人のところに6時か7時ぐらい、はいはい、みんな周り割と早い。朝もう大体みんな年寄りだから、俺の友達って早いじゃん、もう4時か5時に起きてるもん。4時起きてないか。でそれでね、それ決まったんだけど、はい、今月最後の、音楽魂はね、諸岡賢治。ああ、諸岡賢治さん。諸岡賢治さんがね、決まりました。いつですか？これ、12月のね、28日。あ、ラスト。うん。今年最後のね、放送、諸岡賢治さん。だからね、諸岡賢治さんとか、やっぱりほら、ご紹介で竹本さんとかね、はい、小田靖子さんとかって、ね、まあ、ご紹介というか、こういうつながりがあるっていうことでね、そういうのでまた出会ったのね、はい、だからいろんな形で、なんか出会いがまた増えてくるとね、楽しいと思いますけどもですね、お便りありますでしょうか。はい、はい、今日のミキさんから。あ、今日のミキさん、 まずね、ちょっとその前に日向坂道歌っとこう。歌っとこう、歌っとこう、忘れちゃった。歌ってないとね、落ち着かない、落ち着かないね、俺がね、落ち着かない。止まったら死んじゃうってやつ。 B だっけ、それ魚なんだっけ、マグロとかマグロとかサメとか、そういうやつ。はい、はい、
はい、チャーリー佐藤さんのリクエストにお答えしました金足郎日の当たる坂道という歌でしたけども、これはやっぱり横浜あたりに住んでる頃にね、作りましたね。坂道が結構横浜多くて、なんかね坂道があった方が道を覚えやすいね俺。アップダウンが、でも東京ってさ覚えらんないんだよね、ま、全然え？またそれ平らな道じゃないと、あ、平らな道が分かんないっていうのがよく分かんない。坂道がないと覚えられない。でもなんか坂があると特徴が覚えやすい。いや横浜って登ったら曲がるとかさ、ものすごくこう場所場所によって個性があるじゃない。はいはい、はい、だから東京ってなんかみんな同じ感じにこれ映っちゃうんだよね。なんとか通りなんとか通りってあるんだけど駅前も似てるじゃん、建物が。新しい町とか区画でびっしり、そうそうそう、正方形つかんない、さいの目のようになってると、そう、分かんないんだよ、分かんないね、なかなか。本当分かりづらい、うんうんうん、そう思うよ。ね。持ちさんそんなことないの、うん、あんまり坂道、あ、坂道は、神楽坂に昔住んでたことがあって。そう来たか。神楽坂と来ましたよ。ちょっとおしゃれな。おしゃれ。今おしゃれ。おしゃれじゃない今。今はおしゃれだけど、私が住んでるからそんなに古い町でしたよ。うん、あ、そう。うん。まあああいうとこはほらちょっと個性的じゃない。うん、そうそう。神楽坂あたりはね、わかるけど、うん、なんかねその。黄金地とかじゃなくて。なんかさ。じゃなくて。喧嘩売ってるようなさ感じで、もう30日になってんだからさ穏やかに行こうよ。30日ってね、私のお父さんの誕生日だった。そういえば今日亡くなった、うん、今日ですか。今日そうなの。11月30日金ちゃんと一緒だね多分。須賀川の、そう、あ、そうなんだ、ね、須賀川のマスターも今日誕生日、まあ、お誕生日ライブみたいなもんだよね今日ね。600回と重ねてすごいですよね。600回って600回毎週金曜日、毎週金曜日が600回だから、うん、10年以上、11年ぐらいってことか。10年だよね。10年ぐらい。1年55週だっけ。だから、うんうん、その震災前からっていうことになるよね。うん、それで前からやってて、そうだね、その後もそう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 やってるっていう。だからね、半分やっぱりね倒壊してたのよ、僕ら行った時はブルーシートだったから。はい、だからそのちょっとそのなんていうかな、現実的にねそういう状況はあるんだけども、それをずっとその続けてるっていうのはもうすごいことだと思うよね。うん、でそこでまあ出会ったね、そのいろんな出会いみたいのがあったり、その僕が作った歌をその歌ってくれたりとかっていうこともあってね、はい、そういうご縁がこう福島っていうか須賀川に対してはものすごくあって、はい、でそういうことをね新聞で取材をしてもらったのよ、はい、それをちょっと書いてもらったりとかもしたんですけど、はい、その福岡は福岡でやっぱ自分の生まれ故郷っていうかね、だから結局福岡で作った歌を福島の方が歌ってくれてという、うん、そういう関係がちょっとあるんですよ。だから今日もねフェイスブックあたりで僕が作った歌はね、今度ヤマトのパオってあるじゃん、はいはい、あそこで歌いたいっていう人がいて、おどうぞ歌ってください、不良中年のすすめを歌いたいんだって、おどうぞ歌ってくださいっていう ね、 いろんな方がね、はい、歌って、それってすごいことよね。素晴らしいよね。それは嬉しいよね、うん、だから元 J-BOK のね中村浩一さんもね、はい、風の中で立てとか不良中年気に入っていただいて歌っていただいて、そうだね、うん、ありそう、なんか浮かぶね、うん、だから中村浩一さんはまた歌がものすごくうまいからね。うまいですよね。ね、一回もうちょっとビビったことがあったもんね。かっこいいね。ゲストで呼ばれてさ、今柳淳とレーニーウッド、はいはいはい、と一緒に中村浩一さん、まあ、ね、やられてる時にゲストで呼ばれて最後歌ってくれるようになったわけ。はいはい、でもう要するに柳ジョージ往年のファンがバーって来てる中で、はいはい、柳ジョージしか聞かないような人よ。そうですね。それ最後不良中年のすすめ歌ってくれって言われたのよ。それきついよね。きつかったね。もうなんか楽屋でものすごく孤独になってたもん。出待ちの時に。そう。したら光一さんが、ちょっと穏やかな光一さんが、かなおよしろって紹介するわけ。アンコールで。押してマイクをさ、バーンと取ってこう、ウェッペンエンザレインみたいのを一緒に歌って、その一番最後に不良中年進めてなんか捕まわなきゃいけないわけじゃん。
あれはちょっとね。だからもう俺も破れかぶれでもう客席降りたから。でも盛り上がってね。ああ、一曲で何とかしなきゃいけないからさ、もうそれでのどうしようもなくなったらさ、もうね。でも誰も知らないところに行ってそれをやるっていうのが加納さんすごいじゃない。すごい。ね、うん。だから人にも僕のこと知らない、うん、とこで僕は やるわけだから。それなのにね、うん、お待たせしました。今日の特別ゲスト、スペシャルゲスト、加納よしやとか言ってね、すごい紹介されて。そう、もう客席まで行っちゃうよね。すごかったですね。さすがだと思いました。でもそれは見てて、あなたあの時見てたんだよね。いや私はこう動画撮ってたんだ。あの動画あるよね。ありますあります。まだ外出してない。あれちょっとあの出してないかな。出してないよね、うんうん、あれはちょっとレリウッドのね方々のことがあるから、うん、やっぱり表に出せない。そうなの、ね、簡単には出せないよ。もう今誰でも簡単に出しちゃうんだけど、うん、俺はそういうね、あの俺たちはそういうの持ってるよね、なんか。俺たち。いや、俺たちっていうか、あの、やっぱほら、そうそう、相手の人の。事務所とかね。あれがあるじゃない。関係がある。やっぱり、その、うん、うん。だから、何でもかんでもさ、出しちゃうわけにはいかない。でも、あれいい動画だよね、きっと。うん、俺見たけどね。あ、見せてもらったけど。そう。あれ、ちょっと感動的なね。あれでしたね。そうですね。うん。うん、だから、やっぱ、最近、あの、そうやって歌っていただけるっていうのは、ものすごく嬉しいことですよね。なんかね、いろんなところで。あみためっていうね、あの、ディオも。歌ってますね。レコーディング、はい、レコーディングする。なんか今、知ってるんですか？風の中で立ってる。今、レコーディング中ですね。ね、うん、みんなレコーディング結構してますね。うん、俺だけだよ、してないの。深澤さんも今やってるんで。あ、そうか、そうか、今、まだできてない。まだやってる。ね、長い時間が来月が最後かな。うん、一応来月入ってそこで取りは終わると思うんですけど、大体月に1回とか2回とかしたか音取れないんで、今、うん、ああそういうことか、うん、集中してできないんだね、うん、そうなんですね、かかってしまうんですね、うんうん、あのみんなね本当にそれぞれ楽しみですけどもですね、どうですか来年あたりは。来年はレコーディングしたいです ね。ちょっとね、昔の歌とかもね、ちょっとアレンジ変えてやったりとか、はいはい、まあ新しいの作ったりとかもあるし、まあそういうのもね、あのレコーディングしたいなとは思ってますけども、まあまあマイペースで僕の場合はね、やっていきたいと思います。ということでですね、お便りありますか。ね、ミキさん来てた。はい。今日のミキさんのね。今日のミキさん。今日のミキさん。本日のミキさん。はい、本日のミキ。皆さんこんにちは。こんにちは。今日はまさに小春日和の博多です。ああ、こっちもね、すごいいい天気やね。ね、暖かいですね。天気がいいだけでもさ、幸せな気分になれるよね。そうですね。最近暖かいですもんね。俺、お日様にちょっと毎日ね、だいたい1回は当たるのよ。あの、猫みたいに。まあ、うちも猫飼ってたんだけど、はい、大体猫一番いいとこ行くじゃん、はいはいはい、あの日向にポッと一番いい俺庭で飼ってたから猫またそこ行っちゃうと長くなる、まあ、先週の吉田よし子さん、はい、変わらず素敵でしたね、はい、独特のほわっとした空気に、うん、包まれてまさに穏やかな午後のひとときを味わいました。そうだね、そうだね。それに前回のご出演の時から聞きたいと思っていた幸運の女神様も聞けてラッキーでした。さて今週は超久しぶりの金玉です、うん、いつものダラダラ感を感じる金曜の午後になりそうで楽しみです、うん、やっぱダラダラしてるね。いやダラダラっていうかあのきちっとしたら面白いのかろうもん、まあ、普通にしたら普通にきちきちっとさもう決まりきった話してさグルーメの話かなんかしても面白いのかろうもん、まあ、そんなことないですよ。でつまんない番組やってんじゃん、あのテレビ 朝のつまらなくはないです。あそうか失礼しました、はい、もう2週間になりますが九州ツアー お疲れ様でした。喉大丈夫ですか。あのね、うん、ちょっとねしばらくねあのやっぱ風邪ひいたのに俺声喉破れちゃってて、あらあら、あの炎症を起こしてたみたいね。まだちゃんと治ってないんだけど、はい、でも全然大丈夫よ、うん、大丈夫ですか、うん、お疲れ様でしたということで、今回は3つのうち2回体験できたの、うん、できましたが、久留米のファンキードッグでの最高な高音でのバンドスタイルに、博多はケゴのブラリでのアコースティックセットも、昭和時代の方々もたくさんいらしていて、うんうん、新参者のオイラにはとっても刺激的なひとときでした、うん、
結構ドキドキするようなお話も多くてワクワクしました、うん、そう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 、もう人に言われる話ばっかりしたもん俺そうなんですよ、あれ久しぶりにねあの昭和に出てた人たち、うん、あの当時のあの空気って今はないのね、その要するに空気はわからないね、わかんないと思うけども、例えばこうロッカーズとかモーズとか、うん、長渕くんとかね、はいはい、いろんな人が出てて、まあそのデビューしてない仲間たちとかもいっぱいいるんだけども、あ、どうもあの久留米の久留米のヤクザが一人入ってきましたけど、ね、どうも何やの花尾石郎の音楽魂優しいよ、澤部くんがね来ましたけど、ありがとうございます。今日ですねあの、うん、お土産持ってきました。何だと思いますこれ。あ、この間あのアビームでシャンペンありがとうございました。ありがとうございました。何それ、わーこれ素晴らしい、素晴らしいですね、これ。素晴らしいですね。これ写真集？写真集ですね。動画ですよ、ちゃんとして。動画？はい、ありがとうございます。これ、表に出してもいいと？あ、著作権は、著作権は金子美志郎です。澤部君、ありがとう、本当にね。あの今日は何事、あのこの辺仕事、仕事中にサボるじゃん。仕事途中でやってきました。いやでもね、あのこの間本当お会いできてね、楽しかったですよ、ね、あの久しぶりに、ね、うん、ありがとうございました。ね、ね、今日はこの後もう一つの福のつく町、福島須賀川ですね。あ、ミック君のね、はい、あのファックスの途中ね、思いっきり楽しんでいってらっしゃいませ、はい、リクエスト加納さん不良中年のすすめ、おうおうおう、そして久しぶりにホームタイム、おうおうおう、としみさん骨まで愛してですが、いつも通り何でも OK です。ほいほいほい、桜田さん、うん、今、はい、例のキスのフレーズでスケール練習してます。あ、なんかギター始めやってるんです始めてるのかな彼は。そうそう、なんか始めたみたいで。キスのフレーズってどういう、うん、キスのフレーズってあの、うん、なんかあんの、あの、あ、うん、ってやつ、これあの今なのペンタトニックみたいな感じ、ね、曲の終わりの方に、うん、あのラブガンという曲の終わりにこれが出てくるんですよ、ギターソロで。あ、まんま、まんまこれが、あ、それが出てくる、練習してんだキスが。うん、どうだっけ、うん、こんな感じのやつが出てくるんだけど、でそれがたまたまそのキスっていうともうそれがあの浮かぶよみたいなのをあのメッセンジャーでこうやり取りしてて、ミキさんとこう会話した時にそのキスの話がよく出てたんで、なるほどね。ギター練習してるいろいろね、あのそのうち加納さんのバッグにいたりしてなんかえ、ね、ギター、撮影のキキさん本当に何年も、うん、何年も動画を撮影してくださって感謝しています、ね、本当ありがとうございます。本来は、ね、ラジオなんだから動画がないのが普通なのに、うん、聞きそびれた時や、うん、CD などの音源をかけてる間の会話などが聞けるって間違いなく特別なボーナスみたいなもんですから、としみさんもオンエア音源いつもありがとうございます。カナオさんいつかファニーエンジェルを、あ、ファニーエンジェルじゃないよこれ、うん、アングリーをステージで体験する夢は忘れてませんから、はいはいはい、いつかそちらで、ね、アングリーアングリーとかもね、ちょっとあのありがとうございます。どん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 やっていきますんでね、うん、ありがとうありがとう、ありがとうございます。ね、あの今後ともよろしくお願いいたします。これがね澤部さんのね、アルバムで写真結構 ね、結構盛り上がりましたよね。盛り上がりました。なかなか雰囲気いい雰囲気だったね。いい雰囲気でした ね。アビーもね、うん、あのものすごいいい雰囲気だった、ね、復活した人が一人ね、復活したモロちゃんが、ね、そうあのモロ君っていうのはね、実はね、そのね、まあラジオであれだけども、その怪我されて、ね、うん、あのちょっと怪我されて、あの、うん、半身不随みたいな感じね、なってて、それで僕もそのお話聞いてね、すごく心配してたんですけども、先日ねアビームに車椅子で来てくれてね、そうそう、楽しそうにね、うん、それでもうすごい、あの、ま、大変だろうけどもね、あの本当負けないで、あの頑張っていただきたいです。実はね、としみくんが作詞してたローグの奥野さんもね、あのやっぱりそういう事故にあって、あのテレビでもねやってましたけども、あなたはあのローグの後の要するにソロになってからのシングル、多分、うん、多分ね、あの彼が一番大変だった時じゃないかなって思うんですよね、うん、こうメジャーからちょっとインディーズ系 あのレーベルに変わった時のアルバムだったんで、うんうんうん、一番苦しかった時期に
お会いした。だけどすごい素晴らしい青年で、うんうん、きちっとして優しくてね、うんうん、だからその後もう本当にびっくりしちゃって、うん、でももう身近にまたねそういうお話があったね。そうそうそう、だからまあその日がね、モルさんはデビューだったんでしょ、外に来た初めて、ね、そうですね、3年目入院して、だからね、なんか嬉しかったね。ライブに来られるのは良かったな、うん、でも普通の人間だったら死んでますよ。まあ、彼はねすごくやっぱりね、体力ががっちりしてたんで、うん、体力がすごくね、うん、やっぱ6回からね落下しても生きてるからな、うん、6回6回ですよ、普通の人間だったら死んでますよ、うん、そうだね、本当にいやもう感動しましたね、でも ね、うん、ねだからそういうこともね、再会もありましたしですね、大阪からも ね、 ね聖子さんもいらして、なんかすごい集ったたまたま感じ、うん、あ大阪からですか、いい雰囲気、いやこの間聖子さんと大阪の聖子さんと一緒に来られた千葉の方、この前いらしたメンバーが全員ぞろいです、あなるほどなるほど、アビームついてる、そうね、サブ君ありがとうございます、うん、なんか ね、 ね、ここサイン書くとこやけん、あこれ俺がサイン書いて、これ入れとくってね、気が利くな、やっぱ久留米のもんはね。いやいや、そう、なしかやろ。ね、ありがとう。何、なしか、うん、なしか。いや、まあ、まあいいけどね。ありがとうございます。松下さん、なんか、行きますか。いや、私も時間的に無理ですよね。チャルメラそば行こうよ。いや、うん、急いで。急いで、いや、まあ、あんまり時間ないから、そうよ。ちょっと行ってみようよ。花尾さん、うん、いいんですか、うん、いいよ、いいよ。急いでる。チャルメラそば屋っていう、ね、これ早くやると辛いんですよ。早く今頃は結構良くない、早すぎだ、いや早すぎだ、いやいや歌は大変かもしれないね。大変だよね、下髪そば警戒でいいじゃない、警戒で、うん、警戒でいいじゃないですか、うん、ということでですね、はい、あっという間の1時間経ってしまいましたけどもですね、金尾城の音楽魂、今後の予定をご紹介しておきますとですね、はい、今後のゲストまず紹介しましょう、12月のですね、来週になりましょうか、12月7日これはね、はい、菊田俊介さん、ね、ブルースギターですね、はい、将軍オブザブルース菊田俊介さん登場ですね、はい、ということで、次の週21日、まあ今ね、ピットインの2 days、ライブレコーディングももう終わりましてですね、今九州におそらくいると思います、思われますが、大野恵里さんですね、新譜発売されました、新譜発売しました大野恵里さん、はい、ジャズボーカリストですね、はい、お楽しみいただきたいと思います。それで、今年最後の、12月の28日、これは、
諸岡賢治ということでね、決まりました。来年もですね、年明け続々とね、ゲストをお楽しみいただきたいと思います。今のところ決まってるのは西浜哲夫さん。西浜哲夫さんが新春とか1月のですね、18日に、決まっておりますね。まだまだ、入る予定、方たちがね、いろいろご紹介できると思いますので、お楽しみいただきたいと思います。はい、金城の音楽魂でございました。最後にじゃあですね、不良中年でも言ってみますか、田辺さん。みんなで。不良中年、そういったことでですね、行きますか。じゃあリクエストの答えしまして、不良中年のすすめ行ってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。なあ、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 生まれても、蹴られても、俺は負けないぜ。ということでスタジオでこんなに暴れる必要はないんですけど失礼しました、ね、つい熱くなりますけどもですね、本当にねあっという間の1時間でしたけども、今週もですね楽しい金玉、お届けしました、ゲストいらっしゃらない時はですね、金尾魂、金玉と言いますね、どうでしょうか松井さん今日は楽しかった、楽しかったでしょはい、この後須賀川もね、これから行きます、みんな来てくださいね、ねえ須賀川たくさん来てくださいね、ねえ須賀川も楽しい、楽しいね、ね、あ、
今日ライブ、あ今日ね、うん、塚さん&桜田、うん、大塚のアナバーさんというところで、アナバーさ ん、何英語ローマ字、いやあの、ね、アナ漢字で穴とバーさん、アナバアナバアナバかにアールがついてるの、ちっちゃいアールが、アナバーね、アナバー、あーかっこいい名前、なんかバーさんがいるの穴の中に穴の中にバーさんがいて、おー来たかーみたいな感じでいいよねちょっと妖怪っぽいねそれ面白そう、今日は覚えやすいね、アナバー、アナバー、皆さん来てください、はい、そうですね、今日つかさん&桜田ね、はい、頑張っていただきたいと思います、澤部さんどうもありがとうございました、ありがとうございました、まっちゃんもどうもありがとうございました、早速行っていただいて、また、ね、ということで、楽しい放送でした、キンドマ、また来週、来週はね音楽魂菊田俊介さんお楽しみいただきたいと思います、お相手は松下としみ、桜田たけしでした、はい、金尾志郎でございました、また来週お会いいたしましょう、 See you next time。 今また生まれ変わるさ、祭りがある、懐かしき友がいる、忘れかけた